先生になってます、カナメストーンです。お願いします。いやちょっと練習するわ。あ、見てて。何練習って、何あ、はい、はい、間違いありません。私が山口誠です。なんであいつ今何してる、出た時の練習してんだよ、それ。おい、何やってんだ、そんな顔だっせ。なんだその顔。何やって、ちゃんとやって。すいませんね、お願いします、仕切り直し。ちょっといい。何お前さ、なんか今度一人旅行くらしいね。あ、そうなんですよ、今度初めて一人旅っていうのをやってみようと思ってまして。しかもなんか一泊2500円の激安ホテル泊まるらしいじゃん。そうなんですよ、ネットで探したら安いところが見つかって楽しみですね。やばいよ。何が。そんな激安ホテル、ヤバいホテルに決まってんじゃねえかよ。大丈夫です。うわうわ盛り上がりすぎて立ち位置変わっちまってんじゃねえかお前。じゃあ持って、なんでわかんねえんだよ、俺がこっちにいるって。もう取れよ、早く。ちゃんとして、本当に。お前さ、なんか誰かにバカにされてなかった。お前がお前がこうやってたんだよ。バカじゃないの、ちゃんとして、本当に。いや、俺は心配なの、レイジがね。どういうこと。だから一回やっとこう、ここでこの場借りては。俺ホテルの支配人やってあげるから、お客さんとして来て安心するやったら。あ、シュミュレーションやってみるって。そうじゃあそういうことならやらせてもらおう。そうね、こうやって向こう行ってさ、こうやって。じゃあ歩き方わかんねえ、俺別に。いらっしゃいませ。すいません、あの予約してたものなんですけども。もう一歩後ろへ。もう一歩後ろ。はい、大丈夫です。グラッシャー。何ですか。シャンデリアが落ちました。危なじゃあもっとやんないと、お客様って。こんなんじゃわかんねえか。お客様、当ホテル初めてのご利用ということで。よろしくお願いします。最初にね、当ホテルの歴史をご紹介したいんですが。あ、そういうのあるんですね。はい、当ホテル、とても歴史あるホテルでございまして、もともとここは墓場だったんですよ。え、ですが、その墓場の所有者たち全員に圧力をかけまして一旦さら地にしたんですよ。墓場立ち退かしたんだ。はい、で、やはりその立ち退きに成功したぞという、私も興奮がありますから。その晩、初めて私、不倫をいたしました。知らねえよ、マジで。なんだこの気分悪い話は。じゃあもういい、いいですから、もう僕の部屋どこですか。鍵ください、鍵。少々お待ちくださいませ。なんだよ、ほんと。あ、はい、フロントでございます。申し訳ございません。はい、はい、申し訳ございません。はい、申し訳ございません。はい、申し訳ございませんでした。303号室でございます。クレーム来なかった部屋を空室って確認してんだ。あれ、みんなパソコンで管理してんだ、あれ。どうしよう、また落ちたの、シャンデリア。管理できねえな、全部とっちめえよ、お前。なんですか、お客様、さっきから怒って。あ、墓の所有者の子孫じゃないですよ。違えよ、復讐しに来たわけじゃねえよ、お前。てかもういいよ、こんなシミュレーション、意味わかんねえ、舐めやがって、俺のことバカな子だよ。不安になっちまったじゃねえか、逆にこんなホテルなんじゃないかって、お前のせいで。ちょっと怒んないで。無理です、お前すごいやん、なんか話してきたから無理です、マジ無理。機嫌。あ、機嫌。ちょ、お前機嫌直してほしい人に機嫌は絶対ダメだ。何してんの、本当に。直して機嫌。無理。マジで、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